どうも皆さんこんにちは、社会の大変 YouTuber 飯田です。河合塾にはね、チュートリアルっていうのがあるんですよ。まあ言っちゃえばなんて言うんだろう、ホームルームみたいな感じかな。そんなやつが1週間に1回だけあるんですけど、それでいろんな配布物とか配られて、で先生のお話聞いてみたいな感じなんですね。で配られたのこういうやつ配られたんですね。栄冠目指して、栄冠目指して、へえと思って、なんだろうなと思ったら、いろんな大学のこと書いてあるんですよね。でこんな配られたんですよ。夏の国立大オープン一覧表兼申し込み書で、東大オープンに関してはこれで申し込まないで申し込んでありますって言われたんですよ。え、どういうことと思って、どうやらね、京大オープン、明大オープン、東北大オープン受けたい人用らしいんですよ。で本高校って東大目指してる人しかいないんですよね。どういうことかなーと思ったんですけど、多分だけどこういうことですよね。ああ、ダメだ、意外と硬い、意外と硬い、これじゃ滑るな。ああ、東大以外目指さないんで大丈夫っす、こんなの。なんかね、河合塾のチューターの方とかね、ツイッターでエゴサーチしたり、河合塾について調べたりしてるらしいんですけど、ってことは多分このチャンネルの存在も気づいてんのかな。どうだろう。川島さんだっけ、川野さんだっけ、名前忘れちゃったけどごめんなさいじゃあね。